はい、プレボルドマ野球人です。今回はドラフト候補。その中でもですね、DNA のドラフト1位についてお話していきたいと思います。 えー、youtube のコミュニティの方でですね、え、アンケートを取りまして、えー、だいたいですね、まあ、8000票近くですね、集まりました。7800とか近くかな。えー、しっかりとですね、多く集まりましたので、えー、今回はですね、即戦力投手、即戦力、野手、即戦力補手、高卒、オーガスラッカー、高卒、投手ですね。まあ、この5つに絞ってですね、え、アンケートを取らせていただきました。えー、出た結果をですね、ランキング形式で発表していきたいと思います。え、それではご覧ください。どうぞ はい。では、まず、第5位から見ていきましょう。第5位は、即戦力野手4。4%ということで、かなり少なかったですね。え、見ていくと、指名候補は、わせだの昼間選手や、中京大の沢井選手、日体での矢沢選手、中央の森下選手、など、などですね。内野で言うと、えー、と、まあ、立教の山田選手などが上がってくるんですけれども、え、見ていきましょう。 センターラインの強化かと思います。ショートが固定されていない状態ですとね。走行中揃ったバランスの良い,い大型内足のドライチ獲得が急務カット。 え、星に関しては、ミネイ選手が頭一つ抜けた感じではいるので、安心材料ではありますが、ドライして取る必要はないように感じています。え、センターの、え、原選手も、安定感のある守備力、走力に加え、打力もアップしていますし、投手陣に目を向けても、ハイ抜きの選手が座っている段階ですので、着実に、相場は熱くなっているので、ドライして取る必要はないように感じています、ということですね。 はい。まあ、ただですね、えー、まあ、コメントはこのぐらいだったのかな即戦力野手。まあ、確保保手以外っていうところに関してはですね。はい。まあ、見ていくと、やっぱまあ、こう、そこまでですね、必要とは皆さん感じていないのかなっていうふうに思います。えー、まあ、やっぱこう、ポジションは埋まっている感じはありますよね。まあ、C っていて言うなら、まあまあ、二遊間というか、まあ、ショートですよね。まあ、そこら辺は森選手はいるとはいえ、まあ、えっと、サブもですね、大和選手も年齢が高くなってきておりますし、そう考えたら、まあ、ガッチリ とですね、そこで上位で取っておくのも、周、まあ、ありかもしれないんですけれども、まあまあ、ただね、後回しいいんじゃないかというところなのかなっていうふうには感じます。まあ、さらにそれプラス、筒香選手の存在ですよね。そこもあるので、もしかしたらンフ帰ってくるかもしれないんで、まあそうなったらですね、ただでさえちょっと筒香選手どこをこうかっていうことになっているのに、1位で、えっと、まあ、即戦力の野手を取ってしまうと、まあ、ほんとね、いよいよ筒香選手の出る幕っていうのがなくなってしまうので、まあそう考えれば、まあ、即戦力野手はそこまで必要じゃないのかなというふうにはね、 思ったんではないでしょうか。では、続いて第4位ですね。見ていきましょう。はい、第4位ですね。第4位は、高卒投手9%ということで。まあ、これもね、2桁いかずということでした。まあ、指名候補で言うと、日本分離の田中選手や、苫小牧中央の斉藤選手、森岡中央の斉藤選手、をの山田選手などなどですね。 え、見ていきますと、コメントはですね、横浜の問題点はいい投手がいるけど、リアスする投手が多い。そしてそれは大卒社会人卒パターンが多い。1年目から活躍できるパターンが多いけど、その影響もあるのか、リアスを繰り返す。いっそ、高卒投手でじっくり体を作らした方がいいんじゃないのということですね。 はい。そうですね。結構ね、えっ、ー、と、DNA に関しては、ドライチの即戦力、まあ、特に大卒ですね、が当たるんですけれども、ただこう、翌年以降ね、怪我とかになってしまう場合っていうのが、ま、高発しておりますので、まあ、そうであれば、しっかりと高卒をね、育てていくっていうところなのかなっていうふうには思います。ま、あただですね、昨年1位にね、その小僧選手っていうところを、まあ、取ってはいるんですよね。阪神との競合を制しておりました。 うん、えっ、ー、と、まあ、じっくりね、えっ、ー、と、育成して、休息もしっかり出るようになっておりますので、まあまあ、えっ、ー、と、そういうですね、プラン通りに今のところ進んでいるのかなっていうふうには感じます。まあ、なので、今年は他のジャンルにね、えー、まあ行ってもいいんじゃないかっていうことでしょうね。まあ、子供選手ほどね、能力が、えー、まあ高く、完成度の高い選手っていうのも、まあ正直今年の高校生投手の中ではいないかなっていうふうには感じるので、まあまあ、なおのことですね、人気が伸びなかったのかなっていうふうには感じます。 はい。では、続いていきましょう。はい。続いて第3位はですね、えー、即戦力を発修。一気に上がって21%ですね。えー、指名候補は、名城大野口選手、当院横浜の吉田選手などが上がってくるのかなと。 え、コメント見ていきますと、個人的ですが、即戦力腰を指名して、正捕手を固定してください、ということですね。まあ、DNA はですね、今、ミネイ選手、えっ、ー、と、戸柱選手、伊藤選手かな、この3選手で回しているということになっておりますので、まあまあ、こう、どっしりですね、正捕手を、えー、まあ構えてほしいっていうね、方は一定数いるのかな、っていうふうには感じますが。 はい。で、こちら見ていきましょう。打者、投手ともにメンバーが揃ってきている。優位と補助がやや物足りない感じがする即戦力をしても、大阪ドりのマスオんでもいいので、補修強化をしてほしいということですね。はい。 えっと、ま、あやっぱりですね、ちょっとやや物足りなさっていうのは、キャッチャーに感じているのかなっていうふうには思います。えっ、ー、と、ま、あ今年ね、かなり良くなってはきましたよね。ええー、まあ、先に挙げた3人の選手っていうのがバランスよくですね、出ておりますし、ダルクもね、ええー、まあ、申し分ないということで、まあ、一気にこう、保守のクオリティっていうのは上がった感じはします。ま、あただですね、こう、突き抜けているわけではないですし、ミネイ選手もね、笛権取得 C ランクということで、まあ、流出の可能性が、まあ、あるということなんですよね。そうなってくればですね、ま、あミネイ選手 選手が抜ければ今のこう絶妙なバランスっていうのも崩れてしまいますし年齢層も、ね、結構かぶってますし、まあ、そうなったら、まあ、即戦力の保守を、ね、いってもいいのかなっていうのが結構いましたとでさらにです、ねまあ、即戦力なんですけど、まあ、高卒の選手で松尾選手、ねえーまあ、まあ取りに行っていいんじゃないかというところですよね、まあ、即戦力の保守で言えばやっぱ大卒社会人ですね、まあ、そういうところをイメージしがちなんですが松尾選手の、ね、保守能力であればロッテで、ね、今年活躍している松川 選手なんか、まあ、高卒からバリバリ1軍で、ね、キャッチャーでやったりもしておりますので、そういった、ね、活躍を期待しているファンの方っていうのも、えー、多いのかなっていう風には思いますので、まあ、松尾選手を即戦力保守ではあるんですけど、まあ、1位でいってほしいみたいな、ねえー、声も叩きこえました。はい。では、続いて第2位ですね、見ていきましょう。はい、第2位はですね、高卒大型スラッガー。またね、ちょっと上がって29%という数字ですね。 えー、指名候補は高松町の浅野選手、党員の松尾選手、航空石川の内藤選手などですね。えー、今年はね、高校生野手が結構ね、えー、まあまあ、ちらほら名前が上がってくる選手が多いのかなという感じはしますが。で、コメント見ていきましょう。えー、高卒野手プロスペクトが欲しいですね。浅野か松尾のどちらかが獲得できればいいかと思います。選択後ァ21年ドラフトで獲得しましたが、高卒外野手は年齢層的に不足している感じがあります。若手星は山本、益子、 と言いますけど松尾は彼らにないものがあるので投手上位もありですけどこの2名はかなり魅力的ですねということですねはいまあ、続いて見ていきましょう自分は外野手のプロスペクトも含めて浅野選手ですね高校生スラッガーにしましたベイスターズの2軍見ていると野手に物足りなさをどうしても感じしまう現状プロスペクトと呼べるのは小深田相原選手のみなので木のバットでも苦労しない浅野選手希望ですということですね はい。で、えっと、まあ、やっぱね、ファン的には、二軍のプロスペクト、ちょっとね、物足りなさっていうところをですね、まあ、感じているのかなというふうには思いました。 うんまあまあ、でも、えっと、まあ、外からね、見てる分には、まあ、結構いるんじゃないかっていうふうには思うんですけれども、まあ、ただ、こう、いろいろね、まあ、見ていったら、確かに、こう、外野手の年齢層的にも、若干高くなっては、え言ってる部分もありますし、まあ、勝又選手がね、こう、野手転向して、まあ、いい感じとはいえですね、まあ、こう、どっしりとしたですね、プロスペクトの選手は欲しいよね、というところと、まだキャッチャーもそうなんですけれども、まあ、そうなったらですね、やっぱまあ、朝の松尾、この二人の名前がね、本当多かったです。 ね、コメント欄見てもええー、と。まあまあガイアーで言うと浅ノですし、キャッチャーで言うと松尾まあ、この2人のどっちかにですね。まあ、行く可能性っていうのは dna 的にも結構高いんじゃないかなっていう風には思いますよね。まあ、特に浅ノに関しては結構注目しているみたいなねことも聞いておりますので、まあ、果たしてどうなるかということですが、はい。では次が最後ですね。見ていきましょう。 はい。では、第1位ですね。見ていきましょう。第1位は、即戦力投手37%ということで。ええー、と、まあ、めちゃくちゃな票数を集めたわけではないんですけど、それでもね、3分の1以上を集めた結果になりました。えー、指名候補で言うと、日体大矢沢選手や、白大曽谷選手、立教の、庄、え、司、ー、選手や、藤大金村選手などなど。社会人で言うとね、やっぱ、東芝の吉村選手。まあ、年齢はね、ちょっと言っているんですが、えーまあ、社会人ナンバーワンピッチャーと言えるでしょう。 はい。ではコメントも見ていきます。イニング稼げる選抜を東京が見ていると、今永と浜口が6回安定していけていないから、中継ぎに負担かかっていると思うと。で、こちらも見ていきます。え、今年ある程度選抜が頑張っているとはいえ、来年以降もある程度の結果を確実に計算できるのは今永、大貫くらいしかいないし、アジア大、青山とか即戦力いってほしいな、ということですね。 はい。まあ、このようにですね、まあ、先発ピッチャーある程度頑張ってはいます。特にですね、今名前が上がった3選手。え、今長尾、大抜き、そして浜口。この3選手に関してはね、しっかりとイニング食っていますし、防御率も2点台ということで、非常に安定しているんじゃないかなっていうふうには思います。 えー、まあ、ただですね、やっぱもう一人ローテの柱っていうのが確かに欲しいなっていうのは事実でして、えっ、ー、と、まあ、ここがですね、来たら、ちょっとね、セリーグでも、まあ抜けたね、投手陣になりうる可能性っていうのは十分あるのかなっていうふうに思います。まあ、さらにですね、ちょっとね、石田選手に関しては、FA をおそらくもうそろそろ取るんじゃないかっていうところにもなってきております。故障者特例が加算されていればですね、今シーズンに取得ということになっております。まあ、C ランクが濃厚ということなので、まあ、出ていってしまう可能性も ゼロではありませんそうすればですねもう一人ローテーションの選手っていうところはですねまあ欲しいのかなというふうには思いますがはい。 えー、まあそうしてですね、まあ来季リーグ制覇を狙うに当たってもですね、ここの補強っていうのは、まあ必要だろうというところにもなってくるのかな。今ね、DNA 非常にいい位置にいます。2位かな。まあちょっとね、またヤクルトとはゲームズ離されてはしまっているんですけど、ただですね、まぁ、あ、ここから B クラスに落ちるっていうことはなかなか考えづらいですし、まあヤクルトとの差を考えればですね、まあ十分来シーズン、えー、戦力を整えればですね、巻き返せるっていう可能性はありますよね。まあ優勝を狙うのなら、 正直来シーズンかなっていうふうには思います、えー、まあそういうところも含めてですねまあまあこう素材型に行くよりもまあ即戦力同賞まあがっちりとってですね、えー、まあ優勝へっていうところはある程度ね、えー、まあま主能人もフロントもファンももしかしたらそういう考えはあるのかもしれませんねはいというわけでえ今日は以上ですね最後をさっとまとめて終わりましょうはいではさっとまとめていきましょう えー、今日見ていったのは即戦力投手ですね。37%。これがね、一番票数を集めました。えー、次が高卒オーガスラッグが29%、即戦力保守が21%、えー、高卒投手が9%で、即戦力下手が4%という結果になりました。はい。まあ、結構ですね、まぁ、あ、バラついたというか、 ま、即戦力野手はほとんど求めていないというか、まあ、あるんなら、ま、キャッチャーをね、え、ま、補強してっていう声ぐらいと。で、高卒大型スラッガーですね、ここが結構高くなったなっていう印象でして、まあ、即戦力投手も37%っていうことで、まあ、そこまで伸びてはいないのかなっていうふうに思います。 で昨年とね、比較していくと、昨年時点ではですね、えー、即戦力1が47%、即戦力3が16%ですね、投票取ったら集まりましたので、まあ合計で63%になっております。まあ今年の37%考えればですね、まあ即戦力ピッチャーの需要っていうのが、まあ半分くらいまで下がっているんですね。まあなのでしっかりとですね、えっ、ー、とまあ DNA の投手陣っていうところが、まあ今シーズンある程度ね、頑張っているっていうところが、まあ投票結果にも現れているのかなっていうふうに思います。 一方で、高卒大型スラッガーですね。まあ、ここが結構伸びてきましたね。えー、と去年は11%だったんで、えー、まあ今年18%、まあ、倍以上に伸ばしてきました。なので、やっぱね、この辺はそろそろいい選手っていうのを取っていこうぜっていうところはね、あるのかもしれません。はい。 で、ちなみにですね、過去5年間のドライチで見ていくと、去年はね、高卒ピッチャー小園選手行きました。で、昨年としは入江選手ですね、大卒のピッチャーとって、まあ、今シーズンリリーフでしっかりと結果出してきました。 で、19年は森選手ですね。内野手。で、えっ、ー、と、唯一のですね、ここ5年間での野手ということになってます。で、18年は上茶谷投手。えー、17年は東選手ということでございまして。まあ、結構こう見ていくと、ピッチャーの比率は多いのかなっていうふうには思います。 で、特にやっぱ大卒投手ですね、DNA 多い印象なので、まあそのままね、それが現れているな、ということです。まあ今年はどうするのかっていうことですね。えー、まあピッチャーで行くのか、まあそれとも野手で行くのか、考察で行くのか、大卒で行くのか、まあはたまた社会人で行くのかというところにもなってきております。まあ即戦力ピッチャーで言うとですね、やっぱまあ大学生中心にはなってくるのかなっていうふうには思うんですけれども、まあね、どういうふうな結果になるのか非常に楽しみでございます。では今日は以上ですね、チャンネル登録、高評価、コメントなどに いただければ嬉しいです。野球人でございました。性能ゲームセット。ありがとうございました。